さあ、クリスマスです。クリスマスにやってきました、みんなが。みんながやってきました。今日はちょっと落書きをしてみようかなと思いまして、まあ、スプラトゥーンって絵描けるんですけど、クリスマスなのでクリスマスの絵を描きたいと思います。これは今、ヒデオくん何描いてるの？十字架？十字架描いてる。そうね、クリスマスのね、木を描こうとしてるんだけど、ヒデオくんこれ漢字の木だ！違うよ！違う、クリスマスツリーの木を描きたかったんだけど、逆になんで漢字の木ひろくん知ってるんだよ。クリスマスツリーの台座描きます、俺ちょっと。はい、簡単なんですけど、どう？ああ、うまいこと、でも、補正すればいけるか、これ。ちょっと上から見ようか。あ、いいじゃん！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、クリスマスツリーっぽくなってるよ。いいよ、あと装飾品だね。なんか頭でっかちクローバーみたいになってる。でもすごい、おー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 、いいいいよ。でこれ俺持ってるじゃん、でっかさり、これを上にするのだから装飾品っぽく、なんか横浜ベイスターズみたいになっちゃった。頑張って修正してる。これさ、やっぱさ、俺がこうやって塗った方がいいんじゃないか、こうやって。いいじゃん。色がちょっとね、青と黄色だから、少しツリーっぽくはないけど、いいじゃん。二人で頑張ってる。二人で頑張ってるってことは、ひでおくんはどこ行ったんだろう。ちょっとなんかぶっとくなってるけど、まあ最近よりでかいからな。終わり？終わり？あれ、なんかさっきより雑じゃね？なにこれ？なんかさっきより雑じゃね？大きくなったのに雑になっちゃった。よいしょよいしょ。うわ！おーすげえ！綺麗！じゃ、これを木のなんか幹にしてる。待てかな、これ。見て。見て。クリスマスツリーの頂点になってる。これ、これ誰？これ。ひりおくん。ひりおくん自分が飾りになったの。すげえ、これ。すげえ。すげえぞ。今までで見たクリスマスツリー、スプラトゥーンで見たクリスマスツリーの中で一番綺麗だ。すげえ。身を挺してクリスマスツリーなって。ひよくん。ははは、呼んでは来た。呼んだらこっち向いた。飾りになった。ひよくん。ひよくん。かわいい。面白い。これすごいな。